では、いただきます。かれこれ10年くらいアボカドトーストを作り続けてるんですけど、いろんな
時代があって、例えば最初は日本の食パン、四角い食パンを使ってました。でも私はこういうサワードの方がこうカリッとしてて、アボカドの柔らかさとすっごく合うんです。あとはパンに塗るもの、今までマヨネーズだったりバターを使ってました。でもオリーブオイルを使い始めてから、よりなんだろう、ちょっとこう高級感が出てきました。で、あとはアボカドなんですけど、薄く切ったりマッシュ、こう潰すやり方もやってきたんですけど、太めに切るのがなんだろう、アボカドの食感がもっと楽しめるです。なので太めに切った方が私はおすすめです。あとはですね、塩コショウ、塩もいろんな塩を使ってきたんですけど、このマルドンシーソルト本当に美味しい。なんだろう、このちょうどいいしょっぱさと食感が楽しい、なんかカリッとしてて、で見た目もすごく綺麗。なんか仕上げにかける塩はこれをかけてます、いろんなあの料理に。であとは胡椒、あの今までなんだろう、こういう瓶に入ってそのままこう振るあのスタイルの胡椒を20代の頃ずっと使ってたんですけど、このペッパーミルでフレッシュの胡椒を使うともう全然違うから、あの胡椒は必ずペッパーミルを使うようにしています。このアボカドトーストの一番のおすすめポイントがこのレモンゼストです。あのサンフランシスコのあるカフェに遊びに行った時にアボカドトーストを頼んで、よく見るのはこうレモンを絞るスタイルなんだけど、そこはレモンゼストを使ってたんです。でそれが本当に美味しくて感動して、もう早速帰ってやってみました。そうするともうこのレモンゼストも欠かせないあのアイテムになりました。これは私の今の、パーフェクトアボカドトーストです。ぜひ皆さんもトライしてみてください。